拉致家族の帰国から20年が経ちました。10月12日、デイリー、ウィルにおいて、西尾勝富が何か言ってます。西尾勝富は、ネトイヨの拉致家族応援団です。西尾勝富は、福田康夫氏と田中欽氏、二人の批判をしています。聞いてみましょう。拉致問題で安倍さんは何をしてくれたのかということを考えるべきだと思うんですね。で安倍さんが亡くなってからね、僕は腹が立ってしょうがないんだけど、田中欽、外務省の元局長とかですね、福田の元官房長官、まあ、その後総理になりますけど、2002年の頃安倍さんと激しく対立した人たちが出てきて、自分を正当化してですね、自分たちの拉致の仕組みやってたみたいなことを言うんですよね。安倍さんがいたらそんなこと言えるはずないじゃないかと思って本当に頭くるんですけども、安倍さんの業績は私3つあると思ってるんです。拉致問題で一つ目はですね、2002年の9月17日から10月15日、小泉訪朝と5人の帰国ですけどね、この時安倍さんが政権の中にいなければ、5人生存8人死亡、それ以外拉致被害者はいないという北朝鮮の説明があたかも信頼性があることかのように日本の世の中に広がって、8人は死んだものとされて国交正常化に進んでしまったかもしれない。そして5人が帰ってきても一時帰国ということで北朝鮮に返すという意見が政府の中で主流だったんです。安倍さんが副長官としなければ返していたと思います。最初の死亡が定着してしまったということを覆したのが安倍さんだという点はですね、9月17日家族に福田官房長官たちがですね、お宅の娘さんは亡くなっていますと伝えたわけです。そしてその伝える前に今慎重に検証作業をしてますと言われて伝えたんですね。だから断定系なわけです。でテレビも新聞も死亡と書いたわけです。まさか政府が確認もしないでそういう遺棄地にのかかることで断定をすると思わないから、私も殺されたのかもしれないと。殺されたとすると運動が始まった後殺されたんだとすると運動した結果なのかと、良かれと思ってやったのが逆効果になってしまったのかと、本当に一晩眠れなかったんですけども、9月18日の朝安倍さんが出勤前に私たちのホテルに来てくれたんです。そして確認してないっていうことを教えてくれた。だから私たちは緊急記者会見して、死亡者と言わないでくださいと、北朝鮮が死亡と伝えた被害者と言ってください、遺族と言わないでください、家族だとまだと言えたんですね。公式の説明会は10日後に設定されていたんですよ。10日間死亡者遺族って言われてたら10日後に記者会見して生きてるなと言ってももう世の中相手にしなかったと思うんですね。で安倍さんは政府の中ですから公式の説明会の前に本当は説明に来ちゃいけないのかもしれないです。だから副長官としてなくて多分政治家安倍晋三として来てくれたのかなと思うんですね。そしてもう5人が帰国した後もですね、5人は家族が北にいるんだから返すべきだというのが福田官房長官たちの意見だったんです。田中欽氏はミスター X のパイプが切れるから返すべきだ、約束を守るべきだと言ってたんです。政府の中で安倍さんとそして参院任命されていた長山京子さんが頑張ったので、そして5人の被害者が秘密に安倍さんと長山さんだけに日本政府が守ってくれない残りたいと伝えていたということもあって、残すことになったんですけども、そしたらですね、本人の意思で日本に残すと発表しようと外務省系の人は言ったというんですね。北朝鮮に子供がいるのに本人の意思で残したって言ったら子供に何か起きるかもしれないじゃないですか。だから安倍さんがいや日本政府の意思で残すって発表したんです。それは安倍さんがいなければできなかったことです。そして2つ目は10月15日のデモクラシータイムス
です。河村浩二さんが拉致の帰国者、蓮池薫さんの最新の発言を紹介しました。日本に留まるという決断は、拉致被害者の5人が決めたと。安倍晋三は関与してないと。聞いてください。彼自身の言葉としては初めて言ってるんですけど、はい、それにはまあ伏線があって、私自身もそれを きちんと聞いているのは、福田康夫当時の官房長官、はい、元総理が安倍さんが国葬が終わった後、8月の末にですね、まもなく 9.17 小泉訪朝から20年と、はい、いうことに対して、今20年を振り返っていかがですかという時に、いや実はあの時に、国家意思で戻さなかったんだということではなくて、一人一人の拉致被害者にきちんと聞いて、日本は人権国家だからあなた方が選択する自由があるんですという形で、被害者の方々が、まあ、あの、まあ、曽我ひとみさんも若干迷ったようですけど、はい、というのはジェンキンスさんという、ご主人が軍法会議の問題がありましたから、はいはい、日本に帰ってこれないんじゃないかということもあって悩んだそうですけど、他の方々も含めて自らの意思で日本に残るっていうことを決めたんで、そこはあの人権をきちんと配慮したんであって、国家のナショナリズム的な、ね、国家意思を示したっていうことではなかったんですよっていうことを、まあ、やんわりと当時のメディア批判を含めて行っているんですね。だからそれができたんで、まああうんの呼吸っていうか、政府も当時の官房長官が言ってるんだから、自分も自ら正直に話してもいいだろうと。あの時は安倍さんの意思が強くてね、戻さないと安倍さんがそこで突っ張れたみたいな話が伝わってるわけですよ。それで安倍さんが株を上げたと、うんうんうん、それがまあ総理につながっていくという話になってるじゃないですか。